どうも、こんばんは、NM です。今回は東京グルリインボーク、メンテナンスを開けてイベントを来てるらしいんでやっていきたいと思います。人を食らうもの10日編ということで、やっていきましょう。ドーンのとこかな、これは。錦が出てくんのかな。さて、誰を使おうかな。ランク100とかいるんだけど、さすがに草フカヒメ。大体の人がオール SR アップをつけてからスロット開放してるっていう報告はなんかまだ見てないような気もする。さてフロアは4フロア。また綾と軸に行きますか。とりあえずブレイクしなかったんだが硬すぎ。やべしくった。金木でブレイクさせてもいなかったんだけどな。適当にタップしてたらダメだな。金木をブレイクさせてもいなかったんだけど、まあいいか。一旦ターンはやべえ、条件見てないな、クエストの。条件見ますか。操作感だけでクリアがあんのか。これさ、今ガシャ来てるじゃん、篠原と十三のあれにかぶせてきてるよな。でもね、いずれ来るでしょ絶対。だってジェイソンの十三とさ、新た暴走新たのこんなとこでさ石使うかって思うんだけどさ、そんなこと言ったら前回の窓とアモンのやつもさ、アモンだっていずれ堂島海のやつ来るだろうし、まあそれはいつ来るか分かんないけどさ。やべえ、アヤト使うっつって使ってね。アヤトスキルブーストで一回覚醒させて、やべえ、また金木やっちまったな。一回ここで金木のスキル打っとくか。ラストが日曜3回なのかな。なんとしてもアヤトのスキルを貯めたいんだが、この流れはよろしくないぞ。ここで10日出てくんだ。かっけえ、かっけえな。ヤモリで殴らせたらどんだけ減る。減らねえな全然。これ厳しくないか。これ一回打ちますか。スキルブースト使った方が良かったかな、前のフロアでも。あと一発で全部越しちゃうか。畳みかけます。アヤトに殴らせたい。これあと一発いけっかな。よいしょ。ブレイクしないのかいって。アヤト最初の火力低すぎ。マジか。まあいいや、金木でブレイクさせるか。次のターンでいいや。まあターン制限ないから安心してできるのできるけど、10日のブレイクがブレイクさせられる。これ別のとこ行ったわ。で、アヤトを一回覚醒させとけばいいかな。全然減らねえな。とか敵が全然ブレイクしないんだわ。このターンで10日やれるかな。厳しいか。ここで金木持っていけるかな。ブレイクまで持っていけたらスキルで多分吹っ飛ばせると思うんだけど、いけそうだな。あれ、これスキルって使えなかったっけ。すぐなんかスイッチじゃねえわ、シフトか。シフトはさ、なんか早いタイミングでやればできるんだけどさ、そこの意味がよく理解できてないんだが。あとさ、スキルブーストってさ、スキルブースト使わなくてスキル使った後にスキルブーストを押したらなんかスキルブースト使ったことになるみたいな現象、わかるでしょ。まあチェンジしなくてもいいか。スキルブーストバグもどうにかしてほしいんだがな、西尾先輩。そうだな、一発スキルブーストで殴ってみるか、羽木で。ほう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 。さすがに硬いな。倒してみたの。これいけんのかな、一発耐えれんのかな。これシフト残しとくか。これ一回耐えて、一回耐えて、頼む。何もスキル使ってこないで。ここか。あ、オッケー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 。で、もう2式だけでいいよな。まあね、俺の綾人とヤモリ全然アタッチメントつけてないんでね。ステータスもあれなんですか、ニュースピック出てきちゃった。ああ、綾人でブレイクさせたらよかった。しくったな。俺が行く。これもう一ターン入れるか。あ、たまんねえか。あ、このターンでいけたな。で、何がドロップするんだ。 SR の2式か。まあ途中めちゃくちゃミスったけど、綾と軸にすればクリアはできる。でもこれ操作感限定だから、あーきついかもしれないな。まあ配布アモンとか使えばどうにかなりそう。アホ面すぎん、ちょっと。あのさ、イラストにしようぜ、もう。今からでも遅くないような気がするんだけどな。イラストでよくね。3D モデルのスクショやめようぜ。はい、ということで、なんだっけ、イベント、今回のイベント、人を食らうもの10日編でした。まあ10日編ってことは他にもあるのかな。というわけでお疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。